静かな波が打ち寄せる大田後海岸に、今日も穏やかな風が吹き渡ります。大田後海岸は静岡県西伊豆町田子に位置し、真正面が西に向かっている海岸で、日本の夕日百選にも選ばれていることで知られています。ドローンがゆっくりと海岸線に近づくにつれ、広がる海の青さが目に飛び込んできます。そしてそこにはサンセットビューテラスがあります。地元の人たちが朝の団らんをしていますね。海岸線に沿って点在する岩々はまるで自然のアートのよう。時折見える漁船がこの地が豊かな漁場であることを物語っています。それではこの海岸を有名にしたゴジラ岩まで飛んでいきましょう。どうですか、ゴジラに見えますか？海岸の左手南側にある3つの島が山の字のように寄り合った形をしているのが村の島と呼ばれている島です。伝説によると、この島は漁業の神こと白主の命がこの島で釣りをされたので、命の命を一時とって村の島と呼ばれることになったと言われています。さて、ドローンは村の島の谷間を通り抜け、3km 沖合にある田子島が視界に入ります。小島と女島からなっていて、向かって右が女島で灯台が立ち、上陸できるように人工的に整備されています。左が小島でどっかりしています。この付近は伊勢エビ、サザエの宝庫、ともに磯釣りの最適地でもあります。それでは海岸からゴジラ岩を経由して沖合 3km の田子島を目指して飛びます。途中でワープするので、お近くの手すりにおつかまりください。右下、こんもりとした島は弁天島です。さらに北側の入り組んだ入り江を空から見てみましょう。高度を上げると海岸の曲線が一層はっきりとしてきます。緑豊かな山々が海に向かって傾斜し、その緑と青のコントラストがまるで絵画のような美しさを演出しています。ここは自然の息吹を感じることができる場所。人々が訪れるのも、その静けさと美しさに惹かれるからでしょう。ここには、古くから受け継がれる日本の原風景が残っており、訪れる人々に心の安らぎを与えてくれます。
そしてもう一度、そんの島から田子島までワープして。岸を北側へパーンしたら、なんと富士山が姿を見せてくれました。誰も見たことのない景色。遠方に富士山と海に浮かんでる田子島をワンショットで見られるのはこの位置からのドローン撮影しかありません。見たことのない景色。田子海岸の左手、南へさらに飛ぶと、その先にはあのガリレオ、真夏の方程式のロケ地、ふとう海岸、アニメゆるキャンの聖地、トンボロで有名な動画島が見えます。最後にドローンは再び海岸線へと戻り、全体像を映します。最後までご視聴ありがとうございました。